ベストヒット歌謡祭は毎年11月に読売テレビが主催し日本テレビ系列で放送されている音楽特別番組2007年までは優先と読売テレビが共同で主催2010年まではショートリレースとして放送していた2010年までのコンテスト形式で行われていた時の通称は大阪優先大賞であるたびたびタイトルを変えており 元々のタイトルは1968年に当時深夜放送だった人気番組午後11時の中で放送された夜のレコード大賞というコーナーから始まる。その後1970年頃から独立した番組となり2000年までは全日本優先放送大賞というタイトルで親しまれていた。2001年と2002年はオールジャパンリクエストアワードというタイトルで放送され、 現在の名称は2003年から使われている。小鳥レース時代の実行委員会名誉会長は、元財務大臣の塩川正十郎が務めていた。年末に放送される各局の小鳥レース番組や、音楽特別番組の先陣を切る形で、放送されている。また、各局の年末音楽特別番組の中では、唯一の在販局制作番組であり、 当番組のみ関西の会場が使用される。2011年に発生した東日本大震災により犠牲者や被災者が多数出たこと、それに伴って音楽業界が例年と異なる動きを見せたことに配慮して同年は各賞選考が行われないことになった。2012年11月16日、このため2012年からは日テレ系音楽の祭典ベストアーティスト、 FNS 歌謡祭、ミュージックステーションスーパーライブなどと同様のコンサート形式で継続されることになった。2014年以降はミュージックシーンに加え、スポーツ、ニュース、エンターテインメントなど、年内に起こった様々な出来事と音楽を融合させ、1年を総決算する番組になっている。テレビ放送は日本テレビ系列で2時間にわたって行われる。2004年までは、 オールジャパンリクエストアワードから引き続き11月後半のスーパースペシャル枠で放送されていた2005年から2007年は11月下旬の月曜日に21.22時代の通常番組を休止する形で21時22時48分に放送された2008年から2016年は木曜日2017年は 水曜日に19.20時代の通常の番組を休止する形で放送された。2018年は再び木曜日の放送に戻ったが、2019年は2年ぶりに水曜日の放送となった。なお、火曜日、金曜日、日曜日には放送されたことはない。 放送時間は原則として19時20時54分だが、木曜日に放送した2016年と2018年は19時21時と6分拡大。直後はいずれもダウンタウン DXDX2 時間 SP との接続はステーブレレス接続となった。2005年と2007年は当日録画放送となったが、2006年には収録から放送まで日数が空いたため、 収録翌日の読売新聞長官やスポーツ新聞芸能欄記事で結果が出てしまう事態となった。2008年以降は再び生放送となっている。同じく日本テレビ系列で放送されている日本テレビ制作の年末音楽特別番組日テレ系音楽の祭典ベストアーティストが11月下旬に放送される場合は当番組と ベストアーティストが2週続けての放送となることがある。タイトルを複数回変えているが、その背景は2つある。まず1つは、紛らわしいタイトルの日本優先対象の存在があった。区別がつかない視聴者が多いため混同されやすかった。もう1つは、この番組が優先に寄せられるリクエストだけではなく、オリコンなどによる CD の売り上げや、 カラオケランキング、インターネットなどによる視聴者アンケートを総合して決定されていたため、かつての日本テレビ音楽祭に近い形へ変わってしまったことである。1990年代前半までは、優先放送でより多くのリクエストを獲得した楽曲を表彰するために放送されてきた番組だったが1980年代のカラオケブーム以降、優先放送は、 街の飲食店の主役でなくなっておりスーパーマーケットなどでの BGM として流れているだけとなっている。そして、読売テレビと一緒に主催していた優先でさえも、最近主力となっている業務は、光ファイバーを使ったブロードバンドインターネットや通信衛星を使ったサウンドプラネットの普及促進といった、どちらかといえば、法人より個人に重点を置いた業務である。そのような流れから、 現在ではヒット曲を数多く出している J-POP アーティストが中心に出演する音楽祭に変化している。そして2008年からは優先へのリクエストデータが審査対象から外されたため実質的には日本テレビ音楽祭の形式が復活した形となった。さらに2009年からはエキシビションにあたるスペシャルゲストが登場するコーナーが設けられたことから 日テレ系音楽の最典ベストアーティストの要素を兼ね備えた音楽祭に変わってきていた。2007年度分までグランプリはポップス部門と演歌、歌謡曲部門に分かれていた。また、2008年度以降は優先へのリクエストデータが審査対象から外され、オリコンなどが調査する CD 売上ランキング、優先グループなどが配信する着歌。 カラオケ人気ランキング、読売テレビが行う、インターネット投票から出されるアーティスト支持率や、人気率を審査する形に変わった。前身である、全日本優先放送大賞の1回目開催から40周年を迎えた2007年には、40周年記念特別賞が設けられて、秋川雅史が受賞した。回数は、全日本優先放送大賞からの通算回数。 各年度の平均視聴率は、ビデオリサーチ調べ、関東地区、世帯、リアルタイム、赤数字は最高視聴率、青数字は最低視聴率、2019年時点過去のスタッフ、ありがとうございます。